新加下流標本目六時、宝山寺所蔵、野牛新加下流は、野牛宗都市以降の新加下流の俗称正式な流儀名は、新加下流。新加下流は、上泉信綱より、部刀取りの公案を課せられた、野牛宗都市に伝えられ、野牛氏によって伝承されたため野牛新加下流の名で、広く、一般に知れ渡っているが、新加下流に対して、 分化を起こしたわけではなく、流派名も変更は、なされていない。本来、野牛を冠した、流派名は、弟子筋の流派であり、例えば、野牛宗都市の皇帝であった、野牛聖を許された、野牛松江門より、ありち内蔵上を経て、福岡藩に伝わった系統は、野牛新影流と称している。ただし、武道学では、上泉伊勢守が伝えた内容と野牛氏が、 伝えるようになってからの内容の際、あるいは、野牛誌の系統とそれ以外の新影流の際を区分するため、新影流と野牛新影流を区別して使用することもある。また、新影流の元となった影流とは交流があったようで、影流のアイス久忠の出身地近くには、野牛聖を名乗る家が多い。野牛胸都以降、いつおの野牛胸乗りの江戸野牛と孫である。 野牛と潮市の終わり野牛とに分派する。また野牛宗と氏の時代を特に、山と野牛とも呼ぶことがある。野牛岩尾町が当主となって、以降の終わり野牛家では、新影流の道等は、永禄八年四月に、流祖の綱より二世として、宗と氏に、慶長十年六月には三世として、野牛と潮市に伝わると主張している。一方で、 激犬相談をはじめとした江戸時代の資料では、野牛伝いの新陰流についていずれも、胸のりを二世としており、胸都市が同等を継いだことを裏付ける資料は、見つかっていない。江戸野牛からは野光、野牛光つ尾張野牛から野牛岩尾法など天才剣士を、輩出した。新陰流は、従術の大さばきなどをその術理に取り入れており、すべて、相手の刀を取る、部刀取りは、 柔術の技とも言える。そのため、宗都市や宗則の,の門下から鬼頭竜、野牛心岩竜、小栗竜などの柔術処理派を生んでいる。幕末、終わり藩は、藩校、明林堂の剣術師範を、終わり藩主だけでなく藩外からも招聘したが、野牛家から師範への登用はなかった。明治以降も、終わり藩最後の兵法師範であった第十九世、野牛都市地下によって、 新加流病法は受け継がれた。1913年、皇宮警察で、新加流を伝授するため、現天音と長男の野ギ岩尾町は、宮内省最年館へ出資した。野ギ岩尾町は、新加流の拠点を名古屋から東京に移し、自らは、このエグ部商工団師範、武徳会全国各府県中央講習会講師などを、歴任したが、 1921年、宮内省は、新陰流の伝習の取りやめを決定した。また、現天音の皇帝であった、下城小三郎は、合気道海祖上柴森平と交流し、上柴に、新陰流病法を教えたと言われる。太平洋戦争時、名古屋大空襲によって、江戸時代以来の名古屋の道場が消失してしまったが、1955年に、 東京野牛会が発足し、活動を再開した。現在は、新影流標法展開、野牛会、春風館など、いくつかの系統が存在する。シワ分川がわしおりという袋地内を稽古に用いる、剣術として司会に知られ、燕ばめの一部の稽古に、微和製の先細な木刀を使う。徳川将軍家ご流儀となった、江戸流星では、野牛胸のりが、 関ヶ原合戦前に、土佐長祖壁士官氏のために、阿波国に派遣した、木村豪江門城を吉国によって伝えられたものが、現存しており、野牛神影流と称し、現在でも、明治38年に設立された久竹勘道場で、剣術、防術や武道神事とともに、当時のまま伝承されている。またその動きは、空手四大流派である。 和道流から手道に取り入れられている。ありがとうございます。